チャス、みずるです。久しぶりな気がします。なんか動画と配信をちょっとね、休んで、普段あんまりね、ロングタイムで休むことがなくて、1日ポツ、2日ポチぐらいだったんですけど、なんか最近はちょっと、喉の調子も悪かったので、3日ぐらい休んだのかな。なんかお買い物行ったりとか、昨日はね、1日中ゲームしてたりとか、久々に怠惰なね、生活をしてました。今日はね、久々に本文に戻って、やろうと思います。前に配信でちょこっとね進めようと思ったんだけど、進まなくて何が原因かというと、俺は分かってたんですけど、ここをねやりたかったの。今日動画のタイトルにあると思うんですけど、ここね、まあ、極狭ってわけではないんですけど、こういう崖の前とかってあまりがちでしょ。で、洋風のエリアを作るにあたって、前回は和風縛りでね、端っこのこういうところとかをやってしまったので、洋風が今回できるので、こういうね、崖の前だったりとか裏の、まあ、極狭とか悩みがちなスペースを作っていこうという、レイアウトをね、どんな感じでやっていくのっていう動画を撮りたかったんですね。で、それを今回やっていくので、ここができると、この下がね、この下多分住宅街になるんですけど、崖を作ってちょっと入り組んだ住宅街みたいな感じにしようと思っております。まあ、ハロウィンエリアがねめちゃくちゃ広いので、それに場所を取られすぎてしまって、ちょっと何個かエリア潰れたんですけど、他にも入るエリアをなんとか作っていけたらなと思っております。そんなわけで、ここのエリア一応作るものとしては、景観にマッチングした案内所みたいなのを作ろうと思うんですけど、まあ、洋風に合わせて数個レイアウトしていけたらなと思っているので、まあ、ダイジェストで多分お送りすると思うんですけど、まず1個目ね、一番最後に本命を作ると思います。普通に島に合わせて残すやつを作って、でその前にまあ2、3、4個ぐらい、なんか花とかね、柵とかを使って無難にレイアウトしていこうかなと。で、今回一応持ってきたのが、まあ、木とかもね、持ってきてないわ。持ってきて作りましょう。木も使うし、低木も使うし、で、柵、ハロウィンの柵がね、あるので、ちょっと試しなんだけどね、何個かポツポツと、こういう風に置いてあげるとか、すると、なんか道のね、こういうのあるじゃないですか。石道の横に柵がね、ポンポンって置いてあるみたいな。のもできるかなということで持ってきてみました。はい、前置きが長くなったんですけど、早速作っていきましょう。はい、一つ目なんだけど、ここってね、まあ、上に丘があるプラス、こっち結構ねこんな感じで街灯を同じマスでね整頓させているというか、等間隔で開けてきてるんですね。なのでここにも街灯を置いて、ここも道みたいにしちゃうのもまあありかなみたいな。手前と合わせてちょっと道みたいにレイアウト最初にしてみようかなと思います。で、街灯をここに置いて、こっちもね街灯ワンチャン置いてもいいんですけど、ここにね、そうするとね、こっちはこんな感じに乗ってるんだけど、こっちが乗らないってなっちゃうので、まあここが若干悩み目で、このライン、横1マスだけ街灯の分ね、床塗るか、まあ、塗らないでいくかみたいなとこがちょっと悩み目。悩み目。で、これだけだと結構ね、同じような景観になってしまってつまらないでしょ？なので、これの後ろにちょっと変化をつけつつ、同じような風景を前後で作るみたいな感じでやっていこうかなと思います。はい、ということで一つ目でございます。こんな感じ。まあ、手前は、下の景観に合わせてちょっと変わるかもしれないんで、すげえ控えめに装飾してるんですけど、あ、これ向き逆だわ。こういうつながりだわ。で、ここは、ま、なんか、無難な待合所みたいな感じですね。最後にも、もっと、統一したね、待合所を作るつもりなんですけど、一番ま、無難に、作りやすいような、アレンジしやすいような、待合所、って感じですね。で、ここの井戸は屋根を使いたかったのと、このレンガのね、風合いが欲しかったので持ってきました。まあ、レンガとしての見た目が欲しかったぐらいかな。井戸要素はあんまり関係ないです。で、壁ね、レンガの壁あんまり好きじゃないって言ったんですけど、景観を分けたかったので引いてます。で、そうね、ハロウィンのアーチの柵だっけ？これ。ハロウィンの柵だ。ハロウィンの柵をベースに道を作って、でガーデンライトの下に引きつつ、あと獣道でね、まあ、こういう景観というか区画ですよみたいな出してみました。あとはまあ無難にガーデンベンチ置いて、自販機置いて、ペール置いて、であとそれにね合わせて、低木とか花を添えてみた感じでございます。まあ、無難型だね。で、次は可愛い系の、ちょっと珍しく自分があんま作んないような可愛いものをちょっとここに置いた、まあ、展示場みたいな感じのものを作ってみようかなと思います。
ということで早速作っていきましょう。はい、ということで2つ目ですね。いやちょっとね、我ながら若干遊んだいや本題はね、まあ3つ目なんですけど、ちょっとね1つ目2つ目とあんまりやらないような感じ。1つ目はまあテンプレ的なやつなのかな、無難に、まあ、置きやすい家具をポンポンポンって置いた感じで、2つ目は可愛い系っつったと思うんですけど、なんかね奥がね、このマップのここのエリアって奥が、こんな感じで白系統のね噴水のエリアがあるんですね。でそこに合わせて、まあ、白基調でなんか組もうかなと思った時に、なんかクマを着てえなと。クマってさ、やっぱなんか女の子のしまくりとかによく使われるんだけど、俺絶対と言ってもいいほど使わないのね。なんか外に置くものじゃないかなみたいな感じでちょっと敬遠してたんですけど、いやいいなと思って、なんか斜めだし奥行き出るし、なんか可愛いじゃないですか。エリアとしてはなんか成り立ってるなみたいな感じまであるという、割と気に入ってるんですけど、でもまあなんかね、ちょっとまあこういうエリアは俺っぽくないというか、ガチしまくりに関して言うとちょっと違うかなっていうとこなので、まあクマいっぱいいてね、メルヘンで可愛いんですけど、まあたまにはいいかなっていうレベルで作ってみましたよってやつです。最後ね、ちょっとガチで一つ自分の島に採用するものを作って、今回は以上で終わりたいと思います。はい、ということでね、早速作っていきましょう。まあ、ここまでは何だったのかと、茶番です。はい、ということでね、やっていきましょう。はい、ということでね、作っていきたいと思います。で、本当は内側をアーチタイルで塗りたいんですけど、塗るとマップが太くなってしまうので、マップっていうかもう線が太くなっちゃうので、アーチタイル使うんだけど、塗るのはね奥だけにします。で、縦ライン、縦マス横マスで言うと横が結構幅広いじゃない、ここのスペースがね。でも奥行きが逆にねかなり狭いので、そこをどう活かすかって感じなんですけど、横に広がる景観みたいなのね作れたらいいかなと。で、手前にさっきは一つ目はね柵を敷いてたんですけど、ここはさっきも言った通り道が太くなってしまうので、線を引いて柵を引くっていうラインを作るのは奥だけに、こんな感じでねしたいと思います。どうしてもねこの崖が丸出しだとちょっと自然感が強すぎるので、まあ整地されてるよみたいなイメージとして一応ここをね柵で区切っときます。で、ここはこのラインで何か物を作る可能性があるので、一応柵はここまでにしておきます。で、このラインのね、縁見えるとおかしいので、ここに低木ですね。低木ちょっと持ってこないと。はい。で、色は適当に置きつつ、で、あとどこ欲しいかなって言った時に、こことね、まあ、縦ラインとか斜めとか横ラインが繋がんない位置かつ、他の装飾の邪魔にならないようなところに置きたいんですね。で、街灯も一応置こうかなと思ってるので、入り口にもし置くんならっていう形ね。もしも置くんだったら、これを置いて、ここと、まあここ、まあここはガーデンライトでもいいかもしんないね。ちょっと解いてもらっていいですか。まあここガーデンライトね、黒いやつに、ここのラインが被らないようにちょっとずらして、まあ黒街灯真ん中に置こうか。こっちで一つのエリアと、こっちで一つのエリアっていう感じで分けちゃおうかな。で、ここに黒街灯置きたいんですけど、こっちのラインとね、ラインずっと繋がってんのに逆にここだけ一個ね外れると逆におかしいので、ここは何も置かないでおきますって時に低木をね植えますと。で、低木一つだとちょっとつまらないので、縦横のね調和させるために、まあ、これはちょっと勝手に言ってるだけなんですけど、こんな感じでね2個置きしてあげます。そうすることによってここのラインをねうまく切ってあげる、ここの1マスのラインねを切ってあげるのと、こっちの景観と混じってますよみたいなイメージを持たせたかったんです。で、ここも階段ねちょっと切れちゃったおかしいな、こんな感じでカバーしてあげましょう。まあそんなもんかな。で、あと花を植えるところにマップを生やしたいので黒土を置くんですけど、花ってどういうとこ置くのっていうと、まあ低木の横とか無難に置いとくと生えるよね。で、ここ同じとこだとつまらないのでちょっと横目に行こう。で、まだまだ欲しいんですけど、あとは装飾によりけりなので、これをベースに今度この中の道、獣道を使ってね、作っていきたいんですけど、で、こうやって道のベースを作ってあげた後に、空いた場所ってあるじゃない。そこには、花だったりとか、なんか説明が難しいわ。
まあ、だから花ですよ、花、自然なものとかねを置いてあげるといいんじゃない。あ、柵単体で置くとかね、そういうなんか単体のものを余った場所に置いてあげる、まあ、それこそこういうところはペグトロープを置きたい人もいるかもしれないし、まあ俺は今回木でも植えようかな。木もね、何本か植えたいんですね。で、ここにど真ん中にボーンはちょっとね、いかついので、ここかな。一本だけ木植えて、裏と景観取るとしたら。で、そうね。一応ここにも花植えちゃって、この辺にも花植えちゃって、嘘。ここっすね。で、ちょっと柵で区切ってあげようかな、みたいな感じにします。感じね。花ちょっと少なめかもしんないけど、一応ベースはこれ。結構ガチめに今回考えてクリエイトしてるので結構いい感じのものができるはず。そうね、とりあえずじゃあ今言ったもの、木、花、街灯、ガーデンライト、置くもの置いちゃいます。せーのやりたい、せーのやりたいわ。よし、せーの、はい。ということでね、一応置くものを置いてみました。で、結構いい感じにこの木をね主張した道ができたので、この丸み感いいよね、ここの。はい、なんでこれを使ってさらに最後装飾して、今回のこの狭いね崖前の扱いにくいスペースのクリエイトは終わりにしたいと思います。まあ、早速ねここはもうカットして一気にビフォーアフターでまたお見せしちゃいたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで出来上がりました。ちょうどね黒部様がお茶を飲みに来てくれた。まあ片手に持ってんのはきっとファンタでしょう。どうでしょうか、自販機とかね、まあ椅子とか、あと電話ボックスの向きをねちょっとあえて変えてみてみました。同じ区画にあるのも面白いかなと思ったんだけど、まあ、最初に作ったやつのねちょっと統一した感じみたいになっちゃうので、それはつまんないかなと思って、あえて向こう側の道、そっち側の道に面して、この辺ねちょっと見えるかなキャラこっちの方向に面して置いてみました。で、あと道にねあえて出したマウンテンバイク、こんな感じでね、これも 0.5 マスでそれぞれ3マス使って2マス分配置しております。なんかこういうのいるじゃん、道端にチャリ止めて休憩しに来たぜみたいな、そんな感じをイメージしてます。あと落ち葉ね、こんな感じで歩いた時に吹いたら可愛いかなというところで置いてみました。はい、ということでね、ちょっとさっき下はいいやとかつって作ってなかったんですけど、やべえ、俺これ絶対作った方がいいなと思ったんですよ。動画編集してる時にうわこれマジあるとないと全然違うなと思って、一応イメージしてる中で今、サクッと作ってみました。ちょっと5分ぐらいなんでね、本当に必要最低限のやつしか出してないんですけど、でも本当にやっぱね、装飾は、やればやり込むほど映えるね。だってもう全然違うもん。うん、だからね、やっぱ諦めずに最後までやろう。はい、そんな感じで、こんな感じになりました。どうですか？手前は、ハロウィンの柵を手前の柵と被らないようにあえて配置して、ガーデンライトとか街灯を使ってそれぞれまたね、いびつに、あえていびつにしてます。柵をね、これ結構細めでね、均等っていうか、ハリって感じなので、ちょっとめってる感じのメリーの部分をね、街灯とか花とか木でいっぱい出してます。木も見える範囲では同じラインに繋げてなくて、ここの一個後ろの木もね、あえてこっちは後ろにしてたりします。どうでしょうか、しつこいね。はい、ということでこれが本当の最後でございます。今回もね最後までご視聴いただきありがとうございます。まだまだね島国の動画とかどんどん出そうと思ってるし、あつ森もね、来年1月のマリオコラボぐらいまではまだまだ楽しめるんじゃないかなと。冬のアップでも来るし、雑談にもね使えるし、配信でも結構楽しくやれてるので、まだまだやっていこうかなと思ってるのでね、あつ森まだまだ頑張りたいよという方はよかったら高評価&チャンネル登録お待ちしております。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。水牛さん、バイバイ。